ルガンダブルピースストーリーモード。あなたがどのようなお人おしゃれさまなのメロマジンなんです。メロマジンなのですか。本当によろしいのですか。なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。
の姿は宝台様にしか見えないようになっておりますので、まあそのようなものです。分かったなら運命の相手を求めて校内をうろつきましょう。今さら何を言っていますか。女の子を昇天させて回るのですから、やることは不審者そのものですよ。納得していただけたようですね。それでは出発です。ところビビッと来る方は見当たりませんね。ああでもきっと大丈夫ですよ。統計によれば運命の相手は学生時代に出会うのが 50% と最も多いのです。待ちなさい。逃がさない。道を開けなさい。
大丈夫？今のが悪魔です。オーダイ、あなた悪魔が見えるの？オーダイ様は天使の矢の影響で眼力が強化されているため、普段見えない悪魔も見えるようになっているのです。しかし彼女の口ぶり、彼女にも悪魔が見えている？それにモテオーラが消えていないようですが。じー、なるほど、ここに悪魔見えてる。ねえ砲台、驚かずに聞いてほしいんだけど。私たちの家は代々悪魔ハンターをやっている家系なの。私ももちろんマヤも悪魔ハンターなの。なるほど、噂には聞いたことがあります。そういった才能を持って生まれ、それを生業とする人間の一族が稀にあると。フェロモンが効いていないのも、おそらくは悪魔ハンターとしての血筋の力なのでしょう。私の姿までは見えていないようですが、人間にしてはなかなかの力を持っているようですね。悪魔ハンターは危険な仕事。普通の人たちを巻き込むわけにはいかないわ。うちのしきたり、本家で修行してた。家族以外との連絡も禁止。教えられなくてごめんね。それはあなたに悪魔ハンターのこと嗅ぎ回られたくなかったのよ。ともかく砲台にも悪魔が見えるってことは、悪魔ハンターの素質があるのかもしれないわ。ねえ砲台、今日一日私たちを手伝ってみない？そしたら、ゆくゆくは一緒におしどり悪魔ハンターとして。え？手伝ってくれないの？この後に及んで何をひよっているのですか。お二人に嫌われていたわけではなかったのでしょう。先ほどはああ言いましたが、運命を自分以外の手で決められて、あなたは満足しますか？胸に手を当てて考えてみてください。あなたが本当に好きなのは、愛しているのはどなたですか？もういい、もう知らない。放題なんてどっか行っちゃえ。しのぶちゃん、待って。ほうに、困ったことあったら言って。できること、協力するから。じゃあね。ほうだい様、ここはズバッと覚悟を決めて、運命を自分の手で選び取るのです。ルートを選んでください。マヤ様にするんですか？え、それ選んじゃうんですか？それを選びますか、それを選びますか。わかりました。
ました。それがあなたの意思ならば。ああ、お二人とも言ってしまわれましたね。やっと言ったでぃすか。悪魔ハンターはしつこいから嫌いでぃす。え？あれ？オーダリじゃん。珍しいな、購買に顔出すなんて。知り合いなのですか？尊敬する先輩みたいでちょっとかっこいいぞ。先輩も一時期なんかやたら独り言が多かったんだよな。この方もその先輩とやらもちょっと残念な方のようですね。で、何？なんか買ってくれんの？それで、宝大様、本当にあの姉妹でなくていいのですか？
他の相手を見つけなければなりません。くれぐれもそこだけはお忘れなく。先輩はもう少しすねパーツを延長した方が良さそうですね。それ超ウケるし、マジ足短い。その短さではもう生きていられない。ただれた世界へ落ちましょう。大丈夫ですよ。ちょっとスネを分割して間にプラ板を何枚か挟み込むだけですから。いえ、これはまさかパークマンの槍。ヒヒヒヒ、その通りです。悪魔の槍をブスッとぶっ刺してやったのです。ピカスタ大成功です。悪魔がいたずらするのは当然の義務なのです。そんなこともわからないなんて頭悪い人間ですね。いえ、悪魔の槍は愛を結び合う天使の矢とは正反対の代物です。悪魔の槍に貫かれた人はダークパワーに汚染され、ついつい好きな相手に意地悪したくなってしまうのです。本当のことなのですから仕方ないじゃないですか。とりあえず叩いたら伸びるかな、足。私に魔改造されてください。さあ落ちていく。よーく目を凝らしてください。今の宝大様なら見えるはずです。悪魔、消滅させれば正気に戻るはずです。
ください。ドキドキモード発動。暇だね。これでいいのか？お、ロックだな。これでいいのか？ありがとな。これでいいのか？お、ロックだな。また来てくれよな。頑張れ！
には向けないのよ。ステージクリアです。何の用よ。はっきりしないわね。私たちは悪魔ハンターの仕事で忙しいの。あなたに構ってる暇はないわ。ほうに、ごめんね。ないわ。私とマヤがいれば十分よ。バッサリですね。話はそれだけ？じゃ、さよなら。本当にごめんね。また今度一緒に遊ぼう。それはもう完全に脈なしですね。大体なんでこんな時に手伝おうとしてるんですか。今は他になすべきことがあるでしょうに。とんだお人よしですね。ついでに鈍感です。そういうことは明日からやればいいんですよ。
クロナ様、なれなれしく呼ばないでくれるかしら。クロナ様に逆らう愚かなクズ虫が。無駄無駄です。クロナにかかれば悪魔ハンターを操るなんて造作もないこと。こいつはもうクロナの忠実なしもべなのです。操られてるだなんて私はクロナ様のおかげで目が覚めたの。とってもいい気分だわ。ないわ。グダ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 と相変わらず人をイラつかせるクズ虫ね。このゴミを痛めつければちょっとはこの気持ちもすっきりするのかしら。ヒヒヒヒヒ、するんじゃないですか。それじゃあとは任せたですよ。ありがとうございます、クロナ様。クロナ様にもお墨付きをいただけたことだし、この私がたっぷりいたぶってあげる。
生意気な。
様こそ今こんな事態に陥っているのもあの悪魔のせいなんですから、もっと復讐心に燃えてもいいのですよ。過去の発言を引用してまで細かい上げ足を取らないでください。悪魔が悪さをしないうちに槍を奪い取ってやるのです。いらっしゃい。何にするんだ。これでいいのか。おロックだな。これでいいのか。お、ロックだな。これでいいのか。ありがとな。また来てくれよな。セーブします。